強いなお前。まあ今日のその仕掛けのイメージはどうだったんですか、松本高原さんが。あれも宮さんと話してて、もしかしたら金沢先に切ってとか、やるかもしれないから、まあ、そしたら、まあ、どっちでもいいんですけど、ちゃんと踏ませて出させて、でその上行かれちゃった分にはいつも通りの得意技出して、そこがやっぱりジャンのあたりの、負けてくれたらノーマルで構わせし、甘かったら突っ張っちゃうし、っていうちょっとやりたいようにこう広がった、ちょうどやっぱり金沢さんがペースが上がるような形に持ち込むのが一番、そうですね、ポイントだったと思います。やってなかったので、そのさっと引いてっていう、そうですね、良、かったですね、いろいろ昨年からまあその前受けじゃないパターンを試したり、そうですね、今日に限って多分前飛ばされちゃうんで、スタートも我慢したけど、やっぱ出なかったし、まあ、中々つけるぐらいだったら出ようかなって、まあ、出たらああいう組み立てで、その辺のこう、なんか打てる手をこう増やしていってるような感じなんですね、あんまり固執されすぎない。現状の足の状態と手広くやってます、手広くいって今までは本当にこうそんな手広く見たいけど2つぐらい増やしないまあやれる中で、まあ、それでも大きく変わるでしょうし、そうですね、今年1年ちょっと、去年その取れなかったものを取りに行くという感じになりそうです、まあワンツー決まったんで、バッチリバッチリワンツーでしたね、自転車出てましたね、自転車が出たありがとうございました。